はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、1万円キャッシュバック、ID の夏得キャンペーン、メルペイ、アップルペイ、もしくは、Google ペイを使ってる人は必見ということで、今回は電子マネーの ID が抽選で1万円のキャッシュバックのキャンペーンを開催しているということでお伝えしていこうと思います。ということで、早速概要からなんですが、というよりもほぼ内容なんですけども、使うほどチャンスが増える ID 夏得キャンペーン、今なら電子マネー ID を3000以上使うと、抽選で2000名様に1万円キャッシュバックということで、で実施期間が7月の1日から8月の31日までとなってます。もうすでに始まってるキャンペーンですね。ちなみに ID についてなんですけども、こんな風にスマートフォンにクレジットカードの情報をセットして、コンビニやいろんなお店で決済が可能な電子マネーのことなんですけども、これは iPhone の時の画面ですね。 Apple Pay としてセットした画面で決済が可能という風になってます。こちらは Android など Google Pay として利用する場合はこんな感じですね。で、今回の対象店舗なんですけども、まずこの対象店舗はこの張り紙をしているところであれば対象ということになってます。ちなみに公式ページに出ていた対象店舗を紹介しますと、少し文字が小さくて申し訳ないんですが、プレミアムアウトレットみたいな関連のお店がすごい多いですね。なので、まあ今回は3000以上が条件なので、まあ洋服を買ったらまあすぐに達成しちゃいそうですね。まああとはまあホテルやレンタカー、あとは空港なども対象のところがあるみたいですね。で、対象カードの発行会社として、イオン銀行、セゾン、オリエント、三井住友カード、ライフカードとかですね、あとはメルペイやソフトバンクカードなども対象となっています。なので今回は ID はもちろんなんですけども、メルペイの利用頻度が高い方でもいいのかなというふうに思います。まあ、今回のキャンペーンまとめると、期間は7月の1日から8月の31日までで、3000以上 ID で決済をした方が対象となってまして、対象店舗は先ほどお伝えした告知のポスターを確認してください。そして抽選で合計2000名様に1万円相当のキャッシュバックで、キャッシュバックの時期は2019年の10月実施予定となっております。なので今回のキャンペーンは抽選となっておりますので、お気をつけください。そして紹介した ID のキャンペーンについてのリンクは下の概要欄に貼ってますので、チェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。